めっちゃくしゃみ出そうなあ。おはようございます。ではありがとう、みんな早起きしてくれてありがとうございます。じゃあ早速メイクをしていきますね。先に携帯がさ、めっちゃ動いちゃうんだよ。これでいいか。会場向かってる、ありがとう、待ってるね。早く会いたくて目が覚めました。ありがとうございます。本当に来てくれるのかしら。そうだ、昨日さ夜にさ今日のさ告白企画のセリフをさ載せたんだけど、みんな見てくれた？全然リプ来なくてさ、あ、なんか今回のセリフはまあどうでもいいってことかってなったんだけど、ちゃんと見てくれましたか？全然反応してくれないじゃない。どうなのよ。やばい、声がガサガサ。どうなのよ。全然リップくれなかったじゃん。どうですか？一部決めてる。お、早い。え、なんかさ456部コスプレで、あのそのコスプレに合わせたセリフにしたんですけど、何か分かりましたか？なんか多分分かる気がするんだよな。分かった？何がどうなのか気になる。あの昨日の夜に今日の告白企画のセリフを載せたんだけど、全然リプが来なかったっていう話をしてる。つまらなかったということでよろしいんでしょうか？気づいたかな、何のコスプレするか。誕生日だから行きたかった。あー、おめでとう。私もお祝いしたかった。魂だけ送っておくね。おめでとうございます。何のコスプレかこの後気はしないけど、着るのは本番っていうかおしゃべり会だけだけど、何を着るかは後で発表しますね。私さ大事なことを忘れててさ、アクセサリーをすべて置いてきた。イヤリングとかネックレスとかそういう系。髪飾りはわりかし持ってきた気がするんですけど、わりかしてか結構持ってきた。なんか帽子とかもいらんような帽子まで持ってきたから。そう、あ、すみません、ティッシュの上に置いてるもんで、ちょっとたまにティッシュ失礼します。そう、忘れてきちゃった。今日の服とか多分ネックレスつけた方が絶対可愛いのに、ネックレスない。イヤリングとかも何にもなかった。現地調達する時間などありません。てか流通センターの周りってなんかあんの？お店見たことないけど。
こんなところに行く時間もありません。おしゃべり会ってさ、ほんと1日拘束されるからさ、一歩も出られないし、朝めっちゃ早いんだよね。コンビニしか空いてない何もない。まあいっか、みんなどうせ顔しか見てないでしょみんなどうせ私の顔しか見てないんだ。何着てたっていいんだ、きっとなんか、お、なんかその服はネックレスつけた方がいいよねって突っ込まれたら、それはそれでちょっと嫌だしね分かっとるわってなんちゃうも見てるけど、残念ながら今日は二の腕出ません。あ、でもコスプレは出るか。私服は二の腕出ません。今日はもう長袖です。残念でした。初めて会った日の白のワンピース、今でも覚えてます。歌詞みたいじゃん地にありそう。めっちゃ涼しかった。なんかさ、東京着いた時、昨日の夜東京着いてさ、新潟より涼しかった。うん。今日は最高27度。あ、そうなんだね。涼しいんだ。いや、そう、今日の服ちょっと暑いかなとか思ったんだけどさ、ちょうどいいかな。うん、ちょっと寒いぐらい。そう、東京、新潟より東京の方が涼しかった、着いた時。なんか新潟は半袖で過ごしてたけど、東京着いて、まあ夜だったのもあって長袖着ました。うん、昨日25度超えなかった。あ、そうなの、昨日が涼しかったんだ、東京が。なるほどね。でも新潟はね、なんか晴れてよかった。 NST 祭り、うん、ね、よかった。雨とかじゃなくて、猛暑って感じでもなかったしね、昨日のステージ。だから待っててくださった方は過ごしやすかったかな。でも日差し結構当たってたからね。うん、そう、なんかだからね、今日はあの長袖なんだけど、お洋服が。でもコスプレが長袖じゃないだからコスプレと私服の差がちょっと激しくて、どうしようって感じ。そう、なんかね、服もさ、迷ってさ、今日着るやつ迷って2パターンぐらい持ってきたもう迷ってる暇ないやと思って、とりあえず持ってこうって、もう全部持ってきた。家のもの、スキンケア系ももう全部持ってきたし、ドライヤーとかも持ってきたそう、なのにアクセサリーは忘れました。そこまでは頭が回ってなかった。めっちゃ朝だから鼻の調子悪い。でも鼻炎の薬も持ってきてない。結構致命傷じゃない、まあ多分すぐ治ると思うけど
でもさ、今日のさ、おしゃべり会さ、今日のおしゃべり会初めて行きますみたいな、今日が初めての人とか結構多いっぽくて楽しみです。そうで、あとはさ、この前私メールで皆さんに質問をしたんですよ。覚えてますか？メール取ってくださってる方、なんかニックネーム、皆さんが普段こうショールームの名前とかで使ってるような名前と、その名前にしたなんか由来と年齢とお仕事と、あとなんだっけ、推しメン、推しメンじゃないや、あの NGT を知ったきっかけと、私のことを知ったきっかけと、あと何人にしたっけ、あと私が何推しかとかそう、話しありがとうございますとかをね聞いたんですよ、この前皆さんからね。そうで、結構返答が返ってきて、みんなの読ませていただいたんですけど、やっぱさ、普段から結構おしゃべり会とかでも会ってる方とかでも、まだ全然知らないこととかもそういっぱいあったから、そうちょっと初めて知ったことがいっぱいで面白くって、なんかもっと深掘りしたくなったみんなのことを。初めて、ありがとうございます。そう、もっとなんかあのそれを元に聞きたくなったことがいっぱいありました。うん、でもなんかそれを読んでると、私のことを知ったきっかけがなん、やっぱしゃべぴの時に知りましたみたいなとか多くて、結構そう、あ、やっぱそうなんだみたいな。返信してない、え、いつでも待ってるよ、別にメールに賞味期限とかないからいつでもいいよ、今からでもいいよ。そう、なんかしゃべりからの、もともと多分、まあ、NGT が普通に好きでメンバーの一人として見てたけど、まあ、しゃべりでセンターになるってなって、なんかちょっとなんかセンターに選ばれるような人ってどんな人なんだろうみたいなところから興味持ったのかな。でもそう、しゃべぴから知りましたみたいな人が結構多かった。そう、あとはなんか TDC も多くて、やっぱあれなのかな、グッて今までそんなに私としては別に注目はしてなかったんですけれども、なんかすごい前の方にいるのね前の方にいるやつはどんなやつなんだと思ってっていう意味なのかな。厳しいからっていう人もいましたね、結構、うん、やっぱその辺からね、そう、やっぱ人目につくことが多くなるのかな、あの普通に過ごしてるよりもね。そう、あ、忘れた忘れた、いつも忘れちゃう。って思いますね。でもあとはなんかそういうしゃべぴだったりとか TDC だったりとかはなんかきっかけに過ぎなくて、でそこからなんかメールを取ってみたらメールでハマったみたいな人が多かった。そう、そうなんですよ。へー、なんかそういうね、まあなかなか普通では経験できないようなことをたくさん経験はさせていただいてるから、あ、なんかそれでメールで読んで、なんかそっからメールでハマってくださったみたいなことも結構いましたね。気になって一番最初に取る行動がメールを取るなのかな。でそっから私メールは割と赤裸々にというか自分の思ってること割と素直に書くタイプのメールなので、
そう。でそこからなんかちょっと気になるなから一気にそのなんかパーソナルな部分に踏み込めるのが多分メールだから、それでね好きになってくださる方が多いのかな多分。うん、そうだよね、やっぱ気になって一番最初にメール取り始めるよね。今はチャットもあるかもしれないけど、そう、それでなんかメールからだってさ、メールってさこっちからまあ一方的に送ってるわけじゃないですか。でこっちからさもうどん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 さなんかあの深い話をするじゃん向こうがどんどんさなんかその勝手に情報が入っていくみたいな、そりゃねその子のことどんどん知れるよね。でこっちから知ろうって思わなくてもさ、メールを取ってるだけでさ勝手に情報が入ってくるってことじゃん。だからそれで結構メールからっていう方も多かったのかな。確かにショールームもねあるよね、気になるなって思って。ショールームだとお金もかからないでね見られるし、そういう部分では手軽にねこの子ってどんな子なんだろうって見れるもんね。まあ声も聞けるしね、うん、それを踏まえて緊急報告でも良いですか。あ、もちろんもちろん。え、来てくれんのお待ちしてますよ。そりゃありがとうございます。そう、あとね何があったかな。いやでもきっかけはやっぱそれが多かったかも。なんか、まあ、公演っていう人もいたけど、公演もなんかなんて言ったらいいの、もともと別のメンバーが好きで公演見に行っててとか、まあ、普通に公演見に行った時にパフォーマンスがちょっと気になってみたいないたけど、でもそれもやっぱきっかけに過ぎないか。だからドラフトの時から知ってはいたよみたいな人めっちゃいた。なんか身長高くて声が高い子だなっていう、だからまあメンバーとして認識はしてはいたけど別に好きとかじゃないみたいな多分そういうことだよねは言いました。そういう人は。あとね何が多かったかな、あ、お仕事も結構面白かったな。あんまりさ普段さファンの方が何のお仕事してるかって聞かないじゃないですか。そうだから改めて聞いてみたらそう面白かった。意外とこういう系のお仕事が多いんだみたいな。そうとか、あとえ、そんなお仕事してたんだみたいな人とか、そう面白かったですね。うん、何のお仕事してるか、うん、ちょっと気になるかも。ちょっと気になるなんで2回言ったんだろうきょう当日券ありますよ、お待ちしてます。多分全部の部あるはず、うん、みんなちゃんと仕事してた。開ける、うん、仕事してた。あ、そうなんだ。なかなかね、なんかお仕事してる姿をさ想像しないじゃん。なんかもうファンの姿しか知らないから、ファンの人と思って見ちゃうからさ、あ、なるほど、ちょっとお仕事してる姿想像するよってなるほど、お仕事してるファンの人とご一緒したことあるっていうよりかは逆が多いかも。お仕事でなんかご一緒した方がファンになることが多い
もともと普通に多分 NGT 好きで、でお仕事でご一緒してから耳推しになってくれる人が多い。特殊。そうそうなんです。私ね、すごい多いの、そういう人が。そうだって一つの公演で3人ぐらいいたことあって、お仕事で一緒になってからファンになってくれた人。しかもその3人ぐらいがちょうど固まってて、前後左右で。でもさ、それぞれはさ、お仕事違う、別のお仕事でお会いした方だから、全然それぞれは耳惜しいでしかないんだけど、私からしたら、あれ、この方はあのお仕事でご一緒した人、この方はあのお仕事でご一緒した人みたいな。お仕事でご一緒した人が連なってるみたいになってました。そういう人の方が多いかな、私は。まあでも、そっか、ファンの方同士でも何の仕事してるかってあんま話さないの、みんな。だって本名すら知らないみたいな時あるよね。え、なんか逆にみんな 何で仲良くなるの、それ。何のきっかけで仲良くなるの。皆さんはファンの方同士でどこまで知ってるんですか。え、知らないんだ、みんな何の仕事。え、気になんない、だって、お互いが何の仕事してるかとか。気にならないの。私、絶対聞いちゃうんだけど、お仕事何されてるんですかって。絶対に聞きたくなっちゃうんだけどな。失礼します、ティッシュ。名前も職業も知りません。なんか面白い関係だよね、友達なのにさ。友達なのに名前も仕事も知らないってさ、大丈夫ってなるよね、普通の人からしたらね。もうそれぐらいあったら推しの話しかしないんだじゃん、みんな。うん。仕事より誰推しか気になるって。誰をしかも気になるけどさ、見たらわかるじゃん、大体ファンの方だったら服装とかで。なんならニックネームも知らずに、どういうこと。どういうこと、ニックネーム知らずに話すって他人じゃん。必要性がない。まあ確かにね、お仕事知ったところでってあるけど。面白いね、みんな。ああ、何区に住んでる。うん、ニックネーム知らない人やばいよ、めっちゃ面白いよそれ。逆によく会話が成り立ってるね。面白い。みんなってさ、だからそう思うと意外とコミュニケーション能力高いよ、絶対。いや、そうだよ、絶対高いよ、みんな。私よりは高い、少なくとも。すごいね。だって私はもう分からない人には話しかけられないもん。顔だけわかる人も結構いる。まあそれはね、わかるけどね、ファンの方もなんかめっちゃおしゃべり会来てくれるけど、ずっと名前わかんないみたいな人がいる。なんか聞くタイミング逃したなみたいな。めっちゃ来てくれるのに名前ずっとわかんないや、よくある。そう、まあそういう感じってことか。そう、あと年齢も聞いて、まあ年齢を教えてくれる人もいれば秘密みたいな人もいたんだけど、そう、職業年齢はやっぱ秘密の人も多かったけど、そう、でもね、年齢そう聞いたら割と
20代30代の方が多かった気がするな私。うん、あと50代の方、なんか40代の方が思ったほどいなかった。なんか私40代の方が多いのかなってちょっと思ってたんだけど、2、30代の方の方が圧倒的に多かった気がする。そうそう、あとまあ50代の方、40代の方って思ってたほど多くなかった。うん、10代はメールで書いてくれた人はそんなに多くはないけど、でもいる、実際おしゃべり会とか来てくれたりする。メールで書いてくれたのは、まあ、数人だったけど、そうそうだね、ほんと親世代ぐらいは、でもまあいる、いたか。そう、すごい面白かったよ。あ、そうなんだみたいな。でも逆にさ、年齢をさ秘密にしたい人ってさ、どういう感情なんだろうみたいな。え、年齢さ推しに言われたくない、あんまり。全然その答えられる部分だけでいいよだからさ、その強制したわけじゃないんだけど、意外と秘密っていう人も多くて可愛いなってそう、言いづらい世代ってなんだろう。でもそれこそ秘密にしてる人に40代とかが多いのかな。60代ですみません。いや嬉しい、本当に。なんかそう思うとさ、めちゃくちゃさ世代幅広いじゃん。多分70代の方もいらっしゃって、私が見た限りでは、うん、そう、70代の方もいらっしゃったから、本当にね、そう思うと幅広い、めちゃくちゃありがたいですね、そう思うとね。本当に何か私はメンバーの中でも割とその世代の幅が広いらしくって、結構さメンバーによってさ分かるじゃん、あ、この子のファンの人は若い人が多いなとかさ、この子のファンの人はこう年齢層高い方が多いなとかって結構メンバーによってさ変わるじゃん、若干、まあ、女の子が多いなとかもあると思うけど、私はなんかその男女も割とどっちもいるし、なんか年齢層も幅広いんだってメンバーの中では。そうだからすごい、メールもね、うん、多かった。そうだから改めてみんなに年齢とかを聞いた時に、そう年齢の幅の広さをね感じたかも。うん、そうでも20代の方も結構多くって、同世代の人も多いんだなって思ってめっちゃ嬉しかったですね。ね、昨日をきっかけにさらに同世代も増えてくれたらね、嬉しいなって思うけど、もうでもこれからは年下のファンの方も増える可能性あるってことですよね。実際いるんだけど今でも、そう、なんか年上のお姉さんを応援するってどんな気持ちなんだろうって思いながらありがとうって思ってるけど実際ね、そう、もう年下のファンの方がいるんですよ私でも。嬉しいけどどんな気持ちなんだろうと思って、そう、なんかほんと幅広いですよね。トレードショーでも年上の方、確かにでもトレードショーもさ、ほんとでも若い方多かったですよね、見てました？特にこの私がリポートするときにこうインタビューするような方は同世代めっちゃ多くて、見た感じね。そう、なんか職人さんとかはやっぱ年上のイメージあるけど、でもああいうので説明してくださる方って営業担当の方とか、そう、え、そうそうそう、新人みたいな方が多かったから、
そうなの、そうなの。だからさ、すごいね。同世代の方の方が多かったかも、もしかしたら。うん。年下ならめっちゃ可愛がってくれそう。あ、私が年下の方の方はめっちゃ可愛がるってこと？いや、でもそうかも。実際お姉ちゃんだからさ。ああいう展示会って新人が生かされた。あ、そうなんだ。だから若い方多かったんだね。そう、だから私も年上の方が多いのかなって思ったら、結構思ってたより同世代の方が多くて、そう、びっくりしました。でもやっぱそうなんだね。新人送りたかったんだよね。やっぱそうなんだね。まあ経験値としてはね、私もそうだけどさ、ああいう場所でいろんな方とお話しする方が経験値上がるよね。それはすごいわかる。若手の仕事なんだ。それで若い方が多かったんだ。まあ、でも若いって言ってもまだ自分よりはちょっと上の方が多かったかな。多分25、6歳とか。でも新人だったら同い年か。22歳、大学卒業して就職してだったら同い年の可能性もあるのかね。もうさ、自分の年齢がさ、自分で追いついてない。精神年齢の方が若くて。うん、インタビューは若手に振る。あ、やっぱそうなんだね。うん、多かったもんな、結構若い方。そう、でもなんか嬉しい、幅広い方に応援してもらえて。一番じゃないですか、それが結局ね。いろんな方に応援される方がさ、嬉しいじゃない。そう、でもなんかあれかも、ファンの方の年齢もそのなんか別にそんな気にしてはないけど、そう、あんまり、そんだからさ、どの世代の方にもやっぱ応援されてて嬉しいから、別にそのなんだろう、おじさんでごめんねとかって言われたりするけど、本当に1ミリも気にしてないよって思うけどね。本当になんか別に何歳でもいい。そう、なんか別にそのアイドルを応援することに対して年齢がどうとかっていうよりかは、その人にとってなんか自分がどれぐらいの好き度で応援してくれてるかの方が大事。別に何歳でもいい。そう、ファンとして応援してくださる分にはね、本当に何歳でもいい。ただ自分のことどれだけ好きかの方が大事だから、結構何をしかうの方が大事で、年齢より。あ、でもさ、確かに年代によってそのどういう応援の仕方かにはよるよね、多分ね。その40代50代の方とか、もしかしたら娘みたいな気持ちで応援してくれてる方がいるかもしれないしね。確かに世代によって応援の仕方、見方みたいなのちょっと変わんのかもな。どうなんだろう、みんなは。ガチ恋、何推し、あれね、何推しって聞きたかったんだけど、そうそうそう、でも神推しとか単推しとかでもまあ気持ち伝わるから。そう、20代はどんな気持ちで応援してるの。いや、ほんとそうだよね。いや、そうなの。なんか何歳の方に応援してもらっても嬉しいけど、
なんかどんな気持ちで応援してくれてるかはちょっと気になるよね、やっぱり。そう、どういう風に見てるんだ、やっぱアイドルとして見てるのかな。もう20代の方ってめっちゃガチ恋ですみたいな、全然それはそれでありがたいけど、なんかすごいリアルな感じしてくる。え、どうなんだろう、あんま聞いたことないけどな。そのでもガチ恋の人って別にガチ恋ですって言わないよね、あんまりね。あんまいないんだよな、でも私多分この方私に対してガチ恋って思って応援してくれてるんだろうなってあんまりねない。いや、どうなんだろう、そういう気持ちを隠して応援してくれてるのかな、どうなんだろうね。うん、いや、そう、応援の仕方もそうだけど、どういう気持ちで応援してるかも本当多分人それぞれだよね。そうなんです。やっぱみんなそうなのかな、隠してんのかな。ガチ恋だけど実は何しようと思ったんだっけ。あー、ラーメン。いや、そうだよね、言わないか。そう、なんか多分、いや、これは私の勝手なイメージかもしれないけど、なんかそのガチ恋の方ってどっちかというとちょっと独占欲強めというかなのかなって思うのね。でもなんか私のファンの方って割とその私が何かすることに対して、することに対してっていうか、なんかいろんな方に応援してもらえて嬉しいねみたいな、もっと一緒にファン増やしていこうねみたいな方が多いから、そう、だからそういう方の方が多いからね、全体的に。だからガチ恋だって感じる人の方が少ないのかな。あんまりその独占欲強い方がいないっていうか、そう、なんだよね。あ、もしも自分が同世代だったら、あー、なるほどね、そういうことか。自分がもっと若かったら好きになってただろうなみたいな気持ちで応援してるってことか。あ、そういう考え方もあるよね。なんか面白いね。面白いね。確かに。あとは自分が学生時代好きだった子に似てるとかもしかしたらあるかもしれないよね。たまにあるんだよな、なんかすごいおしゃべり会とかでさ、なんか昔好きだった人に似てて、知らん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 私は会ったことないよいやでも嬉しいよね、すごい。それってさ、すごいすごい確率じゃないですか、その人の好きだった人に似てるってすごい確率じゃん。でもよかったみたいなありがとうございますってなるけど実際は別に分かんないからさ、アイライン引くときだけめっちゃ黙っちゃったデアーナが早かったら押してたとか言われる、めっちゃ言われる、え、何それみたいな
いいじゃん別に今から好きになってくれたってって思う。でもさ実際さ、まあそうだよね、好きな人とかもそうなんだろうなきっとね。結婚相手とかもそうなんだろうなきっと、早く出会った順みたいなとこあるよね。それはまあ確かに恋愛と一緒か。タイミングって大事、本当にそう大事。なんかいつ好きになってくれてももちろん嬉しいけど、好きかもって気づいたら行動は早くした方がいいよね。そのアイドルは特にそうじゃない？なんか卒業とかもあるからさ、好きかもって思った時には行動した方がいいよね。なんか卒業発表とかあってから、うん、実はやっぱ好きだったのかもみたいな。もうちょっと早く会いに行けばよかったなってなっちゃうからね。そう。好きになるきっかけと推しになるきっかけは違う。やっぱそうなんだよね。だからさ、そのさっきも言ったけど、そのしゃべぴとか TDC とかは多分好きになるきっかけとかであって、そっからまあメールとかを読んで推しになるとかなんだろうな。あとはまあおしゃべり会とかで実際しゃべってみてとかね。そう、うん。他に推してるアイドルはっていう質問、あ、なんかそれはそのまあその他の推し、他に誰推しなのかっていうのもそうだけど、例えばそのなんだろう、男性アイドルの方も好きだよとか、そうなんか他のアーティストさんどんなのが好きなのかなってちょっと気になって聞いてみた。そうなんかさ、女の子のさファンの方とかさ、めちゃくちゃ可愛い子とかいるじゃん。そうなんかこう男性アイドルとかの現場にいそうな子とかいるじゃん、可愛い子って。でも実際さ、なんかどっちも兼任してる、どっちも好きだよみたいな方もいるよね、 SNS とか見るとね。そうだからどうなのかなって思って、そういう方もいるから、ほんとなんか男性のそうアイドルの方も好きだったりするのかなみたいなとか、そう逆にあとはその例えば乃木坂さんとか結構さ若い方が多いイメージなの、ファンの方が。だからなんかそういう乃木坂さんとかも好きだったりするのかなとか、そういうのを聞きたくて聞いてみた。ファンの女の子が可愛くて自信なくしました。え、でもね、ほんとわかるよ。めっちゃくちゃわかる。あなたがアイドルになった方がいいって思う時あるもん、たまに。可愛すぎて。あるあるある。めっちゃあります。え、そうだから、なんか思ったのは、なんか自分が想像してたよりも、結構その若いファンの方も多かった。20、30代の方も多かったから、そうなんか乃木坂さんとかって若いファンの方が多いイメージだったけど、でもそれは多分イメージに過ぎなくって、実際多分年齢層幅広いだと思うし、そう NGT でもそう若い方もたくさんいるなって思った。みゆちゃんからインタビュー受ける夢見てた。私がさリポーターとかしたからじゃない、リポーターしたりとか、それこそみんなにそうやって質問したりとかしてたからじゃない。
いやでも本当になんかさ、でもだからといってね、若い人がいいってわけじゃないと思うよ。私も結局はいろんな世代に愛される方がやっぱいい、絶対にいいと思うから、そう、もちろん若い方に好きになってもらうことも大事だけどね、大事だけど、それよりももっとなんか幅広く全世代に愛される方が私は大事だと思うから、そう、女の子もね含めてね、そう、そういうアイドルになれた方がさいいよね。だからその方がねなんか強いと思う、やっぱり。なんか拡散力っていう部分では若い方の方がなんか強みかもしれないけど、そう、でも実際こう例えばイベントとかにたくさん来てくださったりとか、そう、なんかこう行動の自由が効いたりするのって、まあ、若さゆえにのあるの部分もあるかもしれないけど、そう、ある程度こう年齢が上の方でお仕事が安定してるとかの方がそういうのに参加しやすいっていうのもあるだろうし、そう、だからね、多分いろんな世代に愛される方が絶対に強いと思う、うん、ね、だからさ、やっぱいろんな方に愛されるアイドルになりたいよね。そういう意味では今私いろんな世代の方が応援してくださってるからすごくありがたいなって思います。そういうのをマスカラ塗りながら喋ってんだけどあ、やばい、ねえ、見てめっちゃついちゃった。笑いながらやったらこのマスカラ乾くの遅いんだった、忘れてた。めっちゃ喋りながら塗ってたら思いっきりつけちゃった、マスカラ乾く前に。舐めた口聞いてるとねこういうことになりますね危ない、めっちゃついちゃった。乾くの遅いおかげで修復可能でした。はあ、危ない危ない。それぞれのペースで押せばいい。いや、ほんとそう思うよ。そう、応援の仕方もそれぞれだしね。なんかそれもさ、やっぱメンバーによるかも。結構なんか多分現場主義のファンの方が多いとかもあるかも、もしかしたら。それメンバーによって違うとか。私はね、どうなんだ。でも私、そう、面白い、私面白いんですよ。あ、私が面白いわけじゃなくて私のファンの方が面白いんですけど私のファンの方が面白くて、あの、ね、年齢層も幅広いし、男女比も多分割と、まあ、男性の方が多いけど女の子も少なくはないのね。あとなんか全国にいるすごい全国にいる。そう、なんか逆になんでそんな遠くから私のこと応援してくれてるんだろうみたいな遠くの人もいる。そう、でもそれも多い。でも私新潟出身だから、そう、やっぱ地元のねファンの方も多いし、やっぱさ地元が一緒だから応援してますっていうのもさ少なからずあるじゃん。いや思うよ、だから地元が一緒だからこの子は一押しなんですみたいな方とかさ、たまにファンの方でいるけど、そう、それもね結局きっかけじゃん、地元が一緒だからみたいなのもさ
そういう意味では多分新潟の方も私のことを応援してくださってる方って多いんだけど、でもさ、なんか本当全国にいるんだよね、ありがたいことに。そう、北海道、九州、沖縄いるよ、いるよ。いや、沖縄はあんまり聞いたことないけど、北海道と九州にはいる。でもやっぱそういう方はなかなか会えなかったりとかするけどね。その分メールだったりとかオンラインとか来てくれたりはするんだけど、そう、いるいる。やっぱそれもさ、多分ね、そのメンバーによるじゃん。新潟の人の方が多いから、イベントとか現場にはめっちゃ来てくれるとかね。そう、おじさんのオタですが、押してもいいと。全然、もう本当に応援してくれるだけでめちゃくちゃ嬉しいです。そう、だからさ、やっぱどこで応援してるかにもよるじゃん、その人がそういうイベントに参加できるとかもね。そう、だからそう、だからなんかそういうさ、イベントとかに行った時にこの子のファン多いなとかもあるけど、でも実際は多分そのイベントに行きやすい地域に住んでる人が多いとか、あとはなんかその人の行動力次第じゃん。どこに住んでいても絶対にイベントには行くみたいな人が いるとかさ。でも本当になんかメンバーによって様々だと思うけど。そう、あとはあれとか、おしゃべり会とかでもめっちゃまとめ出しするタイプの人が多いメンバーとか。私あんまり多くない。 もちろんまとめ出ししてくださる方もいらっしゃるけど、そんなに多くはないかな。そう、それもね、メンバーによって違うじゃん全然。そう、私はそんなに多くない。めちゃくちゃ、そうだね、ループしてきてくださる方は多いかも。そう、でもそれがさ、何がいいとか悪いとかないじゃん。やっぱそれもさ、それぞれの応援の方針というか仕方次第だから。そう、そうね、うん、オンラインの方が好きみたいな人が多いメンバーもいるだろうしね。うん、だからほんとね、めちゃくちゃ何でもいいっていうか、ほんとにそれぞれの応援の仕方でいいなって思う。そう、あ、ちょっとメイク終わったんでスプレーしますね。この前これをさ、楽屋でやってたらさ、マネージャーさんに笑われた。最近来てくださったマネージャーさんがいらっしゃるんですけど、多分メンバーのそういう姿にまだ見慣れてなくて、マネージャーさんに笑われました。よし、メイク終わり。実は髪色が、まあ、ラベンダー、紫っていうかピンクっぽくなったので、眉毛をピンクにしてるんです最近。気づかないよね、そりゃね、前髪で隠れてる。でも意外とこのライトめっちゃわかりやすいかも。眉毛ピンクなの、わかる。よし、形きれい。眉毛の形は全然整えてない。眉毛サロンとか2回ぐらいしか行ったことない。
なんかマイケサロンね、いやもちろん綺麗になんだけど自分好みの形じゃないんだよね。なんかあんま行かない。よいしょ。でもね、髪色めっちゃいい感じになったよ。っていうか、なんか髪の毛今日めっちゃサラサラなんですよ。なんかさ、ホテルとかさ泊まるとさ、私いつもあのドラッグストアとかで売ってるさ、その使い切りのさ、こういうお試しみたいなのあるじゃん、シャンプーのね。ああいうのさ買うの好きで、いろんなシャンプーお試しすんのよ、お泊まりの度に。で、何がいいとか全然覚えてないんだけど、いつも違うの買っちゃうから、いつもその日の気分でさ選んで買っちゃうからさ、あこれめっちゃ良かったから後でお家用のシャンプーにしようとかの目的があまりなくて、ただただその日の気分で選んで買っちゃうんだけど、だから運みたいなとこあんの、ちょっと。なんかまあこのシャンプー普通に良かったけど、まあ家のシャンプーの方がいいかなとかの時もまああったりするんだけどさ。でも今回めっちゃ良くて、なんか多分髪質に合ってて、めっちゃ髪サラサラになったんですよ。今日は髪の毛がサラサラです。腕めっちゃ腕まさかの腕今日は髪の毛がサラサラだから、みんな楽しみにしててね。そう、それでさ、この前美容室行った時色落ちが早かったから濃いめに入れてくださったんだよね。で、思ってたよりめっちゃ濃くなっちゃったんだけど、でもやっぱ1週間ですごい程よい色になりました。だから今めっちゃいい色、髪色もそうだし髪質もめっちゃサラサラだし、皆さん今日は当たりですよ。今日は当たりです。よいしょ、外れなんてないでしょ。ないけど、ないけど、まあ実際でもその日のコンディションとかあるじゃん。今日は完璧です。ひなちゃんの生誕祭の髪型も出て、あーあれね、なんかアニメじゃないや、ゲームのキャラの髪型にしたの。もう名前忘れちゃった、朝日奈真冬って書いてあった。普通に可愛い髪型だったよね。そう、あれさ、メイクさんとも話してたんだけど、ああいうさゲームのさ髪型でも、そのだから二次元じゃん、二次元のやつでもなんかその画像を見ただけで大体どういう髪型になってるかってわかんのよ。だからそれなりにヘアメイクに詳しい人が絶対に監修してるよねって話をしてて、いやそうだよね、だって普通の人がさあんな髪型描けなくない？てかそもそもあんな髪型わかんなくない？そう、二次元のものを三次元で再現できるってことは、つまり再現できるぐらいのそのなんていうの、情報というかことがさある程度分かってないとさ、それも描けないじゃん。だから絶対髪の毛にある程度の知識がある人、ヘアメイクの知識がある人が絶対に入ってるってメイクさんと喋ってた。すごいよね。そうなんだよ。そう、だって普通に可愛い髪型だったもん。なんかあのねじりハーフツイの片側だけって感じだったんだよね、私のやつは。めっちゃ普通に可愛かった。いいんじゃない、前髪の量も今日はうまくいきました。
このまま固めるか迷うな。スネ夫の頭は三次元が難しかった。あれは難しそう。あれは難しそう。あれは多分ヘアセットのこと何も考えてないんじゃないかな。それかもう究極のヘアセットかどっちかだよ。いやすごいよね。そうだってさ、しかもあれね、三つ編みとかじゃなかったのよ。ほんとなんかねじりハーフツインみたいな、そう髪型で三つ編みとかじゃなかったから、本当にさヘアメイクのことをある程度知ってる人じゃないと。だしそれをさイラストで描けるのもすごいよね。え、めっちゃ前髪いいやん。固めちゃおう。後ろはね、さっきアイロンしたんだよね。ある程度まっすぐになってればいいか。めっちゃサラサラ。ちょっと今日はだから一部ストレートにしよっかな。昨日全然前髪崩れ、あ、昨日ね前髪乗りした。昨日はなんか足、なんか前髪まだちょっと短くてなんか浮いてきちゃって眉上になりそうだったから、もう眉毛の下で止めた。昨日ね、そう止めました。前髪乗りにはそんな使い方もあんのかと思って。止めました。よし、髪の毛が終わったので、じゃあちょっとついに着替えていきたいと思います。めっちゃすぐ終わりよ、ちなみに言うけど着替えるの秒で終わるわ。あ、そう昨日は前髪乗りした、止めてた。着替えちゃおっかな。待って、リップ塗ってなかった。顔色めっちゃ悪いなって思ったらリップ塗ってない。リップ、よいしょ。うん、いいだろう。リリミューにした。最近リリミューめっちゃ使ってる。よし、では着替えてまいる。ちょっと場をつないでおいてね。着替えてまいるよ。今日はどっちかというとちょっとかっこいい、かっこいいかもしれない。じゃん、終わりました。じゃーん、なんと今日はジャケットです。かっこよくない？てかめっちゃ秋じゃない？めちゃくちゃ秋なんですよ。めっちゃ早いでしょ、だって脱いできただけだもん。
そう、なんとジャケットにしてみました。そう、これね、セットアップで下がねスカートなんですけど、これ見えんのかな。あ、ちょっと失礼ながらベッドの上に乗らせていただきますね。じゃん。あ、こうしたら見える。なんと今日はこんなセットアップです。めっちゃ可愛くない？一目惚れした、これなんかショート丈のジャケット。あんまり私こういうの着たことないんだけど、なんか着回しがいろいろできそうで、なんかスカートが普通に可愛かった。なんかもともとねスカート探してたの、ミニスカート探してて、そうミニスカート探してたらなんかめっちゃ可愛いスカートあったんだけど、セットアップで売ってたから、もうジャケットもあったらあったで着回せるかって思ってちょっと買ってみました。めちゃくちゃ可愛い、いいですね。そうだからさ、でも首元が結構開くから絶対にネックレスがあった方が良かったんだけど、置いてきちゃった。ちょっとそれだけめっちゃショックね、絶対ネックレスあった方が綺麗だったよね。ちょっと忘れてきちゃいました。でも分かってるから、絶対ネックレスあった方がいいって分かってるから言わないで。お、ネックレス忘れたんだとか絶対言わないでください。ええね、ここね首元ちょっと寂しいよね、何もないとね。まあどうせみんな顔しか見てないから。どうせみんな顔しか見てないでしょ。あ、じゃあそれでですね、これがまあその私服、今日の私服なんですけど、そう皆さんお待ちかねのねコスプレもちょっとまあ今は着ないんですけど、見せるだけ見せたいと思います。ちょっと待っててください。よいしょ。本日のコスプレはですね、ちょっとまだ袋の中にしまった。本日のコスプレは、じゃん、なんかプリキュアみたいになっちゃった。パンパンシャンみたいな、プリキュアみたいになった。じゃーん、なんといた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 、チアです。初めてちょっとチアを買ってみました。はい、ちょっとまさかのノースリーブで今日ジャケット着てんのに私服が私服ジャケットなのにコスプレノースリーブで、季節感がおかしいんですけど。そうかわいいよね、青の。そうスカートも、そうだよ、めっちゃ大変だったんだから、この日だ。このプリーツに全部しつけ糸、しかもミシンで縫われてた、ほんとだるって思いながら、ほどくのだるって思いながら、もう一個一個全部ほどいたんですけど、ミニスカートです。これもそう、めっちゃ大変だった。え、しかもね、これすごいの、なんとこんなリボンまでついてた。ほらリボンつけるね今日これ。しかもね、もっとすごいの見て、これポンポンまでついてきた。めっちゃ本格的。ちょっとまだポンポン開けてないけど、すごくない？ネクタイじゃないよ。あ、今日これつける。今日ネックレス忘れたんだけどさ。これつける？急にすごいパーティー人間じゃん、こんなんここつけてたら。お待たせしました、ありがとうございます。芸人どうも。しかもすごい
なんかちょっとアメリカンな感じのネクタイになっちゃう。めっちゃ面白い。そうでさ、今さおしゃべり会じゃん、握手する必要がないじゃない、必要がないっていう言い方もあれだけど、握手会だったら絶対ポンポン持てないじゃん。でも今握手会じゃないからポンポン持てるのね。そうだからちょっと今日これ持っとったな。持ってどうすんのって感じだけど。ポンポンしつけないだろうさすがに。そう今ね握手だったらちょっとポンポンあったらめっちゃ邪魔だけど、握手じゃないからポンポン持てる。え、というわけで今日はこのチアは4、5、6部これを着るんですけど、4部はね告白企画で、え、ちょっともう一回告白企画のセリフ見てみてよ。でチアっていうことを理解した上で読んでみて、ちょっとわかる？チアに寄せたのセリフを。はい、しました、ありがとうございます。そう、お金払うから写メ会にしてください。ねえ、写メ会もね、確かに写真撮れないもんね。セリフ見た時はチアっぽかった。そうだからね、セリフ見たらわかるかなって思ったんだけど、というわけで本日はチアになりますので皆さんお楽しみに。楽しみにしていてください。みんな来てくれるかな、当日券もあるからね。そう、当日券もあるからみんな来てね。なんかすごいさ、上だけ見るとすごいなんかめっちゃ四五的女みたいに見えるね。こうやってパソコンカタカタしてそうだね。死後できや。めっちゃ仕事できそう。リモート会議中アナウンサー、これはこれでリポーターっぽい。もうでも下はねミニスカだからあれだけど、秘書とかやってそう。え、そうだ、それで思い出した、この前さなんか公演の時になんかそれぞれのメンバーが学生時代どんな風に過ごしてたかみたいな話になって、七井がね、え、みゆは絶対移動教室の時になんか教科書こうやって持ってた人でしょって言われたの。え、なんでわかんのと思って。本当にそうだった。なんか移動教室の時のさ教科書の持ち方って性格出るじゃん。本当にでも私はこう抱きかかえて持ってるタイプだったのね。そう。え、なんでわかんのって思って。そう、本当にそうだった学生時代。そう、それで移動教室やってた。そうで、ヒノは絶対こうやって持ってたでしょとかって、ナナミが全員のやっててめっちゃ面白かった。そうね、本当にそうやってやってた移動教室で。めっちゃもうさ、ナナミにさ全部言い当てられたので、それでミーは絶対その教室のその机の教科書とかこうやって全部きれいに揃えてこの端にこうやって置いておくでしょって言われて、え、そうです。めちゃくちゃそうです。なんかその次の授業の時間に使う教科書とか全部出してこうやってトントントンってして机の上に置いて、で一番上は絶対下敷き、教科書、なんならもう並べる順番とか、また教科書、資料集、ノートの順番でこう並べてトントントンってして、一番上に下敷きが置いてあって、その上に筆箱をこう置くまでがセットみたいな。めっちゃそうだった学生時代。でもななみ同じクラスだったっけなっていうぐらい全部言い当てられて、めちゃくちゃ面白かった。
そう、下敷きもちゃんと使ってた。いや懐かしい、めっちゃ。そう、そんなこともしてました。でもなんか秘書とかってこういうの持ってるイメージだったから、こうでもなんかちょっと私こうやって持ってんだろうなって今思っただけ。さあ、じゃあちょっとそろそろ終わりにしようかな。支度もできたし。よし、じゃあランキングを読みます。13位サバサンドさん、ありがとうございます。12位今夜がやむなさん、ありがとうございます。11位しまかぜさん、ありがとうございます。10位あやめさん、ありがとうございます。9位トッシーさん、ありがとうございます。8位たけともさん、ありがとうございます。7位きんのすけさん、ありがとうございます。6位ひいろさん、ありがとうございます。5位レオさん、ありがとうございます。4位ラマさん、ありがとうございます。3位タカさん、ありがとうございます。2位テルハヤさん、ありがとうございます。1位トマホさん、ありがとうございます。さあ、それではじゃあ皆さん、おしゃべり会待ってますからね。今日は朝一部から告白企画なので、皆さんお待ちしております。それではありがとうございました。バイバーイ。後でねー。